本土から離れているという、そこで培われる文化だとか感性だとか人のつながりというものをもう一度自分の生活の中の中で振り返って、自分と比較してみて、もう一度この高齢者介護の在り方を考えてみたい。はい、おはようございます。エイジングサポートの利休です。今日も東京都隅田川のほとりからですね、朝のウォーキング Vlog、 エイジングサポートチャンネルの朝のウォーキング Vlog の収録をしております。木曜日の朝は6時から朝ズーム歩き会に参加をして、ちょうどそれを終えて、まあ、これを撮ってるわけですよね。ですからちょっともう1時間くらい歩いて、うっすら汗をかいて、でこの収録になっています。このエイジングサポートチャンネルに、まあ、いいねないしは高評価、いいね、それからチャンネル登録いただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。介護に軸足を置いた、まあ、情報をですね提供しております。まあ、ライブもありますし、介護情報もある、あるいはそういう教育健康情報もできるだけ多くですね皆さんに提供したいというふうに思っています。はい、もう脱水になっちゃうとだるさが出てくるという話を今日坂田太さんですね、ズーム歩き会の主催者である、まあ、歩くコンサルティングの坂田さんがそういうアドバイスをいただきました。私は歩き始めにですね随分水分を取ったんですが、やっぱ喉が渇いてるとやばいという話だったので、やっぱ水分は持ちながら歩かないともいけないシーズンになっているかなというふうにちょっと感じて、ちょっと反省ですよね。皆様ぜひ水分を取って朝歩いてみてください。はい、今日は木曜日なので水曜日の夜、昨夜ですね9時からエイジングサポートライブを開催いたしました。そのちょっと振り返りをさせていただくんですが、昨日は離島の社会福祉ですね、北は礼文島、北海道の礼文島から社会福祉士の柴崎陽介さん、奄美大島の訪問看護ステーションの看護師の佐藤理恵さんにお越しをいただきました。お二人とも離島の地元の方ではないっていうのが共通点です。柴崎さんは青森県の私、僕の田舎の出身地ですが、そこから礼文島に行って社会福祉地域包括の相談員をされている。で佐藤さんは、茨城県のかな、茨城県の水戸の生まれで、日立からちょっとご縁があって、訪問診療の先生から、まあ、お誘いを受けて奄美大島の訪問看護ステーションで働いて2年になる、そういう方々から離島の生活を、もともとあった生活とちょっと比較をしてみて、何が違うのか、あるいは何が共通点なのかみたいなところをですね、北と南それぞれのこの社会生活、地域文化の違いをちょっとお聞きしながら、あるいはもちろん違うのは自然ですよね、まあ、それを聞きながらライブをさせていただいて、たくさんの方に参加をいただいてコメントいただきましてありがとうございました。まずはね、この離島ということで共通点はもちろんあるんですが、礼文島の総人口は2000人ちょっとくらいだったかな。で、奄美大島自体は6万人、それから、佐藤さんが活動されている奄美大島のこの市街地か、その対象エリアは4万人の町なんだそうですね。で、礼文島の柴崎さんが言ってらっしゃったけど、奄美大島はその島自体で生活が完結する、社会生活が完結する、複数のコンビニだけじゃなくてですね、社会のインフラが整っている。でも2000人近い、2000人ちょっと超える規模の礼文島では、なかなかこの礼文島の中だけでインフラが整いにくい、例えば病気になったりですね、まあ、そういったこともあれば、やっぱり島から出て札幌に行って、まあ、治療を求めたりする人もいる。ですからこの島で暮らせる人たちだけが残っているという言い方もされていました。ですから高齢者になると元気な人がいる、元気じゃないって言いますかね、治療が必要であれば札幌の病院に入院をしたり、あるいはお子さんのところに行ってしまうというような、まあ、こともあるようですね。まあ、奄美大島はそこそこインフラが整っているので、そこである程度のことが起きても生活を継続できる。その町の規模の違い、それからインフラの整備の違いというところが少
少し同じ離島でも違うのかなというふうに思いました。ただしね、共通点があってですね、これはあの社会福祉、高齢者福祉、介護を考えるときに大きなあの学びになったかなというのは、これね、町の中に生活文化として人との関係性が非常に密にあるということですよね。でコロナ禍でイベントとかお祭りが随分、まあ、中止になったり縮小になっているという、まあ、事情があったとしてもですね、この町の中で行われる祭事だとか人の関係性があって、そこに高齢者だろうがお子さんだろうが障害があってもですね、役割がきちんと存在しているというところで、この地域コミュニティというものがこう離島ならではのものが成立をしているという、まあ、そういうところがこの離島の特徴なんだろうというふうに思いました。まあ、メリットかもしれませんよね。まあ、それがもちろん煩わしい、ちょっと気になる方はやっぱりその離島から離れることがあるということもお話の中でありましたけど、まあ、それは人それぞれまあ判断する材料、選択する材料があってしかるべきなんじゃないかというふうに思うんですね。でこれはあの柴崎さんがおっしゃってたけど、少し体が弱って、高齢者になって弱った時に、この人の関係性があるというこの安心感、誰かが自分のことを気にしてくれている、自分のことを知ってくれている人がいるという安心感が非常に重要なんじゃないかという、まあ、社会福祉士のならではのですね、あれそれを実務でやってらっしゃるその印象をお話しいただいたけど、まさしくそうかなというふうに思います。あの元気な時はこの他人との関係がいらなくても自分で何とかなることができるかもしれませんね。特に最近はネットもあるから情報も取れるし、まあ、昨日のライブのように Zoom でつながることもできるので、常に一緒にいたり時を共有する場所を共有する必要がない時代になりましたけど、そうじゃない状況になった時にこう一人ぼっちである、まあ、よく言う独居である、私のことを誰も知らない、閉じこもってしまうという寂しさだったり不安というのはあるような気がしますよね。まあ、奄美大島はその市街地4万人の規模でもやっぱりそのユイの島、ユイというのは結ぶっていうユイですね、ユイの島ということが特徴だというふうにおっしゃっていました。ですからこう人との結びつき、関係性が取れて適度なこのコミュニティがある社会環境の中で高齢期を過ごすという選択ですよね。ただその、まあ、自分が知らない町にぽっといて暮らすという辛さもあるので、まあ、早いうちに行くとか、あるいは 旅行で何度か行っているうちに関係性を構築して高齢期に移り住むとか、まあ、そういう選択肢があってもいいんじゃないかなというふうに思いました。全く知らないところで一人ポツンとするとまたそれはそれで心の孤立が生まれちゃうので、まあ、なんか関係性ですよね、知ってる人がいるとか、まあ、そういう関係性の中で、まあ、離島の暮らしもまあいいような気がします。逆に今この東京に住んでいると別に寂しいとか孤立してるって感じもありませんけど、隣に誰が住んでいるか、どんな状況なのか、あるいはエレベーターで一緒になっても挨拶もしない、すれ違っても挨拶がない、それもある意味気にならない、その必要もない、名前も知らない、さあでも体が弱った時、それと結構ね考えなくちゃいけないのが自然災害が起きた時ですよね。まあ、地震ですよね。地震があったりした時に隣の人が誰かわからない、どこに行ったかわからない、いるのかいないのか、行方不明なのかがわからない、で自分も逆にそういう立場にあるというのはちょっと不安ですよね。そういう地域コミュニティ、介護をこの町の単位で考える地域総合支援事業という時を考えた時にですね、その地域、都会、地方、離島、それぞれの特徴の中で自分たちで判断したり考えたり構築をしていくことが必要な超高齢社会なんじゃないかなというふうに思いました。
まあ、離島ちょっと行ってみたいですよね。本土から離れているという、そこで培われる文化だとか感性だとか人のつながりというものをもう一度自分の生活の中で振り返って自分と比較してみて、もう一度この高齢者介護の在り方を考えてみたいというふうに思います。この老人ホームもある意味この町の中から移り住んで新たなコミュニティを作る、そのコミュニティの規模ですよね。で、町がある機能を老人ホームの中に持ち込んで家族のように暮らすけど、まあ、他人である、もう一つの在宅、自宅があるけどもう一つの在宅があるという価値観でこのユニット型の特別養護老人ホームを作って運営してきましたが、まあ、それでもこの離島の生活の中から少しヒントを得ることができたというふうに思った昨日のエイジングサポートライブでした。はい、皆さん暑くなりましたのでぜひ水分補給をして、体調を整えて、だるさが出たら水分補給ということを心がけて、生活を送っていただければというふうに思います。はい、また皆さんお会いしましょう。はい、じゃあ、お元気で今日も一日お過ごしください。